はい、こんにちは、山梨と申します。さあ、郵便いろいろ解説動画ね、今回から、一般書き留めの説明に入っていきます。ということですね、一般書き留めというものは何なのか、まあ、先に簡易書き留めの方を挙げてると思うんですけど、要は書き留めというのは、保険のサービスですよという話をしてみたら、まあ、その中でちょっと現金書き留め、現金送る専用のやつなんで、ちょっとまた特殊なんですけど、まあ、それで、ね、簡単に送りやすいようにっていうふうにね、5万円までの保証金額になってますよというのが簡易書き留めでしたよということになります。でそれを超えてくる場合にはこれ、一般書き留めというふうになってきますよと、いうことですね、5万円を超えるもので保証が必要な場合だからこれ重要なものを送るから、一般書き留めをつけなきゃいけないという法律じゃないです。重要なようなもの、ね、例えば100、ね、中身に、ね、100万円って書いてある、ね、小切手が入っておりますよと、いう場合でもいや俺は82円で送りたいんだよそんな手数料なんか取れたくないよって言ってね、ね、84円だ、84円のね、切手を貼って出しましたと。これ、法律違反になるのかって言ったら、別に違反にはなりません。その代わり、どっかでなくなっても、100万円はパーになりますっていうだけです。っていうことなんで、それはね、ちょっと書き留めとしては覚えておいた方がいいです。保険料なんで、あくまでも保険料ですよということですんでね。で、いうので、その中でも、昔からある、いわゆる一般的な、オーソドックスな書き留めというのが、この一般書き留めになります。昔は一般書き留めという呼び方をわざわざしてなかったかもしれません。書き留めしかなかったと思います。簡易書き留めというのができてきたんで、一般書き留めというね、言い方をするが、結構、するようになってきましたけど、ということですね。で、料金は、これですんで、保証金額によって変わりますよということなんで保険代なんだよ、ね、いうことです、で、10万円までが435円と、そこからさらに5万円を超える5万円ごとに21万円ということです。で、Uメールで送る場合はまた別ですよということなんで、またUメールの説明はUメールだけでどっかでやると思いますんで、ちょっと今回は割愛しておきますけど、まあ一応そういうのは頭に念頭に入れておいてくださいということですね。で、賠償額の上限は500万円ですよと。500万円ですよということですね。500万円のものまでだったら逆に言うと書き留めとして、保証をつけて送ることができるんですよね。まあ値段はすごい値段になりますけど。で、あと料金は、全てオプション料金なんで基本料金が別途かかりますよということですね。で、追加料金を払うことで口述するオプションを追加することができますよと。この後また一般書き留めの中にまた特殊な取り扱いのものがいくつかあるんですね。で、それ、今から今後説明するものに関そうやって説明するものに関しては、あくまでも一般書き留めの中の取り組み、まあ、一般書き留め自体が特殊取り扱いなんですけど、その中のまた書き留めの特殊取り扱いというね、まあ、厄介な、ダブル特殊取り扱いというような感じですんでね、っていうのがあります。それをつけるためには、実は一般書き留めをつけないといけないというね、なんて言ったらいいのかな、グリーン券みたいなもんだったのかな、グリーン券だとちょっと説明悪い、信頼券みたいなものって言ったらいいのかな、ね、いうものがありますんで、まあ、それはそれで、ね、説明していこうと思います。で、宛名名に赤字で、書き留めと明記し、郵便局で差し入れをしてください。ポストでは無理ですよということですね。この場合は書き留めとだけ書きます。一般というのは基本的に書きません。もし郵便局で印鑑をしてもらう場合にも、一般書き留めという印鑑はありません。で、書き留めという印鑑があるので、それを押すと基本的には一般書き留めということになります。っていうのが、一般書き留めですね。まあ、ですので、まあ、保険としてね、まあ、重要なものをね、5万円を超える重要なものを送る場合も、だから、すごく重要、大切なのって思ってるけど、別に5万円未満以下のものでしたら、全然簡易書き留めで全く支障はございません。っていうことですね。まあ、どうしても細かい追跡を絶対見たいんだっていうんだったら、まあ、別途かもしれませんけどね。で、いうところですね。っていうことです。ちなみに一般書き留めはね、11桁のバーコード、きっと、記録コードが来ますけど、あれがね、1番から始まるんだったかな、そうそう、現金書き留め2番とか、そんな話もありますけど。ということで、まあ、書き留めに関してはこれな感じで、この後、またこの一般書き留めの中にある、細かい、特殊取り扱いのものが説明していきたいなと思ってますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ということで、この動画は以上で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。